ポリープとは、病理学的に粘膜に覆われた、関空臓器に発生する、流気性病変の総称である。ポリープとはギリシア語のパラパスより引用された。ポリープという用語は、内視鏡検査などで観察される、流気性病変全般を形態的に表現するために、用いられることが多い。なお、ポリープが100個以上形成された場合は、ポリポーシスと呼ぶ。一方、 臓器特有の疾患名として、ポリープという診断がなされることもある。鼻腔粘膜に発生する鼻ポリープ、生体にできる、生体ポリープ、子宮頸部にできる、頸管ポリープなどがその例である。いずれも、発生頻度の高い病変であり、多くは、良性疾患である。流気性病変でも、ポリープとは表現されない病変もある。皮膚の粒気性病変、遊勢ないし、 イボ状病変、ベルカ乳腺腫瘍、入管内にできる乳頭腫などの名称が用いられる。膀胱粘膜の隆気性病変、乳頭腫、または乳頭状病変と呼ばれる。パピロマツオ別に主に以下がある。結腸ポリープの一種であり、結腸癌の前癌症状である、環状選手の顕微鏡写真。通常の結腸粘膜は右側に見られる。 H&E 染色ポリープがどのような疾患に相当するかは内視鏡整形やポリープ切除などで病変の一部を整形して病理組織学的検査を行うことが必要である。病理検査の結果と内視鏡検査の結果を総合して具体的な疾患名が確定する。ありがとうございます。